はい、本日は2022年1月の今日が28日、ということになりますね。金曜日、10年前の医療は現在の医療にあらず、医療っていうのは常に進化する学問であり、実学です。ミクロね、非常にまあ、猛威を振るってますけども、もうこれは空気の中にいるウイルスなんで、換気と加湿、ね、そしてマスクをしていただいて、何かこの猛威の中、危険な場所には行かないということで、防ぐようにしてください。それではですね、サムジクのアーカイブですけども、内科の診察もやっていますかということで、豊中市の病院を検索していって、このページにたどり着きました。若い頃から生理不順があります。2ヶ月に1度の不定期です。現在35歳でもう妊娠の必要はないので、そのままでも良いかと自分では思っていますが、現在の治療に、治療の必要はあるのでしょうか。また血液検査で高脂血症脂肪肝を指摘されています。合わせて内科的にも対処していただけるのでしょうか。まあそうですね。一応40歳ぐらいまでは妊孕性っていうのを保たれるんで、やっぱり子供さんが欲しいなと思ったら、まあ最後、35歳ですからラストチャンスになります。ぜひ、ね、日本の人口を増やすために、もう一度ちょっと妊娠ということを考えてみてもいいかもわかりませんね。そしてその時にね、高脂血症脂肪肝も指摘されているのであれば、やっぱり、少しね、脂肪肝、高脂血症の治療、体重コントロールというのも、まあ一緒にね、もう20年ぐらい、婦人科、内科をやってますんで、簡単な治療はできますんで。内科、風邪の診療もやってます。ご相談ください。今はですね、発熱外来もね、できる範囲でご協力していますんで、なんとかね、まあ、地域医療には貢献できてるかなと思います。それではですね、時間またんでこちらします。よいしょ。はい、お好きなカードを取っていただいて、このカードね、ハートの7、ですね。ハートの7を取っていただいたら、じゃあこれを、中に入れ込みます。中に入れ込んだハートの7が一発で上に上がり込んで、ね。そしたらその7をもう一回中に入れ込みます。で、中に入れ込んだハートの7はこうして、どん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 上がってくると、最後の一発がハートの7。